愚痴です。友人34歳男が、最近彼女と別れたらしく、理由を聞いてみたら、結婚したら、田舎で両親と暮らしてほしい。俺の親は悪い人たちではないから、一緒に暮らしたら、絶対に仲良くできる。彼女の仕事は求人が多いから、田舎でも働き、口はすぐ見つかるはず。といったことを伝えたところ振られたらしい。そもそも、友人が、今親と離れて住んでるのは、友人自身親とうまくいってなかったからだし、確かに、彼女は、資格持ちのお仕事をされていたみたいなので、働き口はあるかもしれないけど、確実に収入は減るし、何より友人から言うべきことではないだろう。割と長い付き合いなので、急にこんなことを言われて、私もびっくりした。友達紹介してくれって言われたけどできるわけない。優しくて穏やかな人だったのに、最近は、私にも共通の友人にも、彼から、俺もう死にたいって、メールが毎日届くようになって悲しくなってしまった。よく、彼女や妻に母親代わりを求める男性の話を見るけど、これ読むと、母親代わりっていうよりは、実在の母親を超えた魔法も使える、スーパーサイヤ人みたいな完璧超人母親を求めてるってのがよくわかる。母親のしてくれた通りにしてほしいならまだしも、母親にしてほしくてしてもらえなかったことを全部してほしいと思っているのがわかって、一目散に逃げたことがあったな。そうそう、かわいそうな僕を優しく守って何でもしてくれるし、面倒な人間関係もサクッと、解決で僕のすることすべて許してくれる、スーパー完璧超人魔女っ子母親 W。ただ、そこまで、すごい母親だと子供も凡人なら、潰れるか同じ完璧超人になるしかないんだけど、そのあたりはスルースルー。確かに、本人は、お母さんとは仲がいいようで、離れて暮らしてる今でも、ご飯を冷凍便で送ってもらったりしていて。元カノのご飯は、母親のと比べてここがどう、と言っていたりしました。次は、きっと、母と仲良くできて美味しいご飯を作れる人と付き合うと言っており、もう何にも言えなかったです。本当に、数年前までは、優しくて彼女を大事にして、親のことなんて一言も言ってなかっただけに、変貌ぶりについていけませんでした。でかい要求を通すために、優しく大事にしてただけでしょう。彼女が大事だからではなく、自分の要求を通すことが大事だっただけです。今の姿が、本当の本音の友人です。友人が変わったんじゃなく、本当は、ずっとそういう人だったんじゃないですか？人格とか相手のこととか、どうでもよくて。母親ロボットが欲しいんだね。そんな身勝手に、赤の他人の人生使わないでほしい。結婚自分の母親になる。みたいな勘違いしてる人は何なんだろうね。お母さんは、お母さんで存在するのに、妻にも母親役してほしいって、人聞く限りは多いよね。女は、あまり、そういうタイプがいない気がする。現実的だからなのかな？子供を産めば母親になるから、覚悟みたいなものがあるのかな？世の母親は、子供の母親にはなっても、旦那の母親になる気はないよ。ピーターパンシンドロームは、捨てて、ちゃんと父親になってくれ。